Yeah.
来ると思ったよ。エンジェル、今は争っている場合じゃないわ。このままじゃ放っておいてもお前は死ぬ。減速剤は全て破棄した。無様に追いさらばえる、その姿のまま無垢をさらした方がマシとは思わない。それでも親か、お前も死ぬってのが分かんねえのか。承知の上だろ、行け。でも勝負、お預けか。また今度だな。不戦勝にしといてやるよ、ブラザー。すまんな、ブラザー。私が移動手段を破壊するとは考えなかったのか。ブラフだ、行け。サカシーナ、なぜそう言える。この町に死ぬと分かっている命令に従う者などいない。そろそろ目を覚ましたらどうだ。どういう意味だ。デビッドは人を導けと言ったはずだ。怨念は捨てるんだ、ジェナ。ララ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 ラ。キュビエ患者の隔離病棟がやられたんだよ。ああそうだ、怪我人が大勢出てるんだぞ。 CDC なんか待ってられるか。いいから早く救急車を待て。無知なテロリストだもめ。ジェナ、誰も恨むな。一人にしないで、お願いよデビッド。お前さんなら治療法を見つけられる。光になれるよ。
バカな、お前があの人であるはずがない。だがデビッドはここにいる。死んだ者の情報は神へ変える。神から生まれた俺たちに彼らの魂が宿っても不思議じゃない。嘘よ、あの人は愚かな人間たちに殺された。キュビエ症候群は伝染しない。なのに彼は幸福だった。体は滅んでも思いを受け継ぐ者がいる。やめろ。彼は自分の研究と人を、お前を愛していた。ざれ言を言うな。ブスになるぜ。スマイルスマイル。本当のニルバーナで会おうぜ。絶対行かせねえぞ。
かった、生きてる。心配しないで、早くしないと間に合わないわ。今から私たちの情報を神のもとへ送るわ。サーフ、今まで本当にありがとう。神の情報に押し流されないように気をしっかり持って。
よくここまで来たね、セラフ。セラフ？私は。自分の姿を見てごらん。君たち二人の思いが一つになったとき、君は完全な人間として生まれ変わった。今はまだサーフとセラ二人の意識が残っているが、いずれそれも一つになる。私とサーフが一つに。君の旅ももうすぐ終わる。人の無限の可能性を神に示すんだ。大切な仲間たちと一緒にね。あなたは一体。もうすぐわかる。意識の翼を広げてごらん。君に感じられないことなんてないはずだよ。行きましょう。行くぞ。行こうぜ。ヒート、君たちにしかできん仕事だ。そんな顔すんな。俺が守ってやるよ。ルーパー。